今日のあのドリンクはですね、このコーラゼロのですね、アルミ缶ですね、コーラゼロのスリムっていうのが出ましてですね、こいつは250ミリなんだ、だから飲み切りで飲めてしまえて ありがたいです。これさっきまで馬の尻の穴に突っ込んでたやつね馬の尻の穴にこうやってぐっさーっと突っ込んでこうやって自立させておいたいんだけどもまあこのまま飲んじゃおうと思います。で今ねファミマではね6本買うとこのクーラーバッグがついてくるんだよ。で 黒と赤と選べるんだけど今回黒にしてみました。おっと欠点はこれなんだよね。これね俺自分でね家で飲んだ時もそうなんだけどもすっごい溢れてくるんだよな。いや終わったらなあちょうだい、なんか気になるから手だけ拭くわ。アルミ缶のね弱点はペットボトルってこのスクリューのところにね、みんなもう知ってるよね、このスクリューのところにエアの逃がし口がついてるんだ。ペットボトルのスクリューキャップって開けてみるとこの、こういうネジのところのに縦に刻み目が入っていって、でこのスクリューをひねって開けるときにそこから一回抜けるんだよね。でそれからだん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 空気が抜ける、中の炭酸ガスが抜けるようになってるから今みたいな事故がほぼ起こらないんだけども、アルミスクリューキャップはまだその仕組みができてないから、というか成形時にポリエチレンでできてるものっていうのは成形時に多少無理があっても温度高い時にポンって型から抜いたらさ元に復元するんだけどもさ、逆テーパーでも、でもアルミってそういうふうなわけにいかないからこの欠点は直らないと思うんで、こいつを使う時には、普通のこれまでのペットボトルで慣れてるのよりもうちょっと気をつけてくれればと思います。